怖いママ。ちょっともうすぐ冬終わっちゃうけど、無印で 20% オフでこたつ買いました。明日でもう冬終わるよ。違う、まだ一応冬よ。まあ、3月下旬ぐらいまではあれぐらいにな。寒い。はい、こたつ買いました。今日届いたんで開けたいと思います。参ります。よいしょ。で、すごい出っ張ってたのに、なんだこれ、こんな薄いの今って。僕、付け方わかる、ハヤマンの。ほとんどさ、厚みないじゃん、これ。ねえ、なんかこんな薄かったら、普通のテーブルでも使えんねん。使えるんだよ、これは。え、これは使えるんだよ。すっげえ薄い。あ、思ったよりも大きくないんじゃない。あ、いいんじゃん。高さがあれだね、低いか。ちょっとあれ、あ、まだ意外と低いね、これ。ほんとね、一人しかす行けないね、こっちが。ほんとだね。え、なんかちっちゃくな、全然あれよりもちっちゃいじゃん。はい、無印、これも、掛け布団、これしかなかった。こんなんだ、これ。あとあのさ、電気のあれがあるんだ。どうすんの。おお、毛布みたいな。そうね。あれ。おっと。よいしょ。うん、完成。2人ぐらい大人でもここ行けるのかと思ったら2人行けないね。メインに1人ずつだね、これ。そうね、これ以上大きいお子さんもあれだもん。うん、まあ、今回でいいやん、どうせ。小さいのはもうちょっとこんぐらいかな。それも本当に正方形だね。1人用みたい。今回ちょうどいいやん。パパがそれやられるとさ、他の人が足を、だ、ママもそっち側でさ、こうやればいいんじゃん。こっちはここまで言えないな。あ、だけどこれ横向きに、横向きに微妙に切れないね。慣れないね。え、でもお子だってそうじゃない。私、実家のやつも横向きにしたら当たるよ、腰が。あ、カズト、カズト、できたよ、こたつ。おいで。ほんと、ほんとの、ほんとだよ。じゃあ見てよ。あれ、カット、カット、こたつって書いたことあったっけ。ある。ほんだ、ある。やってごらん。あ、
ちいい。全然暖かくない。今つけてるよこれ、うん、でもちょっと暖かい。はみ出ちゃうの。ここで寝るの。はみ出ちゃう。僕はみ出は入る。ほら、ママ見て。アイドン。座椅子の座面がふかふかしすぎるともっとあれじゃない？こたつが狭く感じる。高さがさ。これ1個いくらだった？ちょうどいい。2万6000ぐらいだっけ。2万6000ぐらいなの。2万6000。このさ、板だけでもエネルギー値でさ、ボードとか使える。ふざけんな。ここに石原が作ろうかな。それで座ってできないこたつ。うん、だってこういう椅子に座ってこたつに入るとかあるもん。え、それはダイニングこたつっていうんだよ。そうよ。そんなのあるの？あるよ今。出ます。はい。恵方巻きって節分で食べるの？そうみたい。南南東。南南東ってどうって？なんなはい、恵方巻き。ぬくいぬくい。はい、お茶とみかんと恵方巻き。はい、黙々と食ってます。まだ食ってんのカツオ。今終わった後どんぐらい？結構頑張ってるよ。え、結構頑張ってるよ。お、すごいすごいすごい。まだちょっとじゃんカツオ。すごいすごい。何に苦手ってる？カツオ。お。できた。はい、恵方巻き食べきりましたカズくん。飲み込まなきゃダメだよそれ。吐きそうになりながら。キラキラやめてね、キラキラ。ゆっくりよ、ゆっくり。ゆっくりもぐもぐごっくんな。来てます。今来てます。こうちゃんほら、こうちゃん、こたつ初めて見るんじゃない？ほら、なんだこれ。なにこれ、こうちゃん。ほら。おぉ、なんだこれ、こうちゃん。なにこれ、こうちゃん。何かわかんないか、こうちゃん、これ。こうちゃん、こたつって。そうそう。そう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 。中に入った。じゃあ。ちょっと使い方違うな、こうちゃん。こうちゃん、足だけよ。あ、あ、あ、やや。あ、なんか潜っちゃった。足だけって。こうたん？こうたん？ああ。全部すっぽり入っちゃったぞ。足だけ。あ、ちょっと真っ暗、真っ暗。うわー。こっちはほら、足。これこたつっつうの、こたつ。足を入れるよ。そうそうそう、足入れてごらん。そう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 。ほら、あったかいで、ゴローンってしてごらん。もう気持ちよくて、そのままもう出たくなくなっちゃうよ。そうそうそう。だい気持ちいいね。あら。いなくなっちゃった。あれで。